ウッドフォード軍はアメリカ合衆国入りの一州に位置する軍である。2000年現在、人口は35,469人である。ここの軍庁所在地はユリイカである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,406平方キロメートルである。このうち1,367平方キロメートルが陸地で38平方キロメートルが水地域である。 総面積の2.73%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口35,469人、12,797世帯、及び9,800に家族が暮らしている。人口密度は26平方キロメートルである。10平方キロメートルの平均的な密度に13,487件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人98.47%、アフリカン・アメリカン0.25%、先住民0.17%、アジア0.31%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.14%、および根ー0.65%である。ここの人口の0.68%はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は26.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.70%、25歳以上44歳以下が26.20%、45歳以上64歳以下が23.60%、および65歳以上が14.80%にわたっている。中央値年齢は38歳である。 女性100人ごとに対して男性は95.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.90人で、ある。この群の世帯ごとの平均的な収入は5万1394米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は5万8305米ドルである。 男性は42,150ベ米ドルに対して女性は25,251ベ米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は21,956ベ米ドルである。人口の4.30%及び家族の2.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の5.80%及び65歳以上の4.20%は 貧困船以下の生活を送っている。Find, A-County, National Association of Counties, http://www.naco.org/.counties/.pages/.fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、inder, United States Census Bureau http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。